大人の世界にようこそ。はい、ではね、レイとの決闘に臨んでみたいと思います。はい、現在はレベル19ということで、まあこれが高いのか低いのかちょうどいいのかよくわかんないですけども、はい。そして YouTube にね、どうも動画の制限がかかっちゃったみたいで乗っけられるかわかんないんですけど、ゼグレ隊長が戻ってきてくれたおかげでやっと普通に外を歩けるようにはなったけど、最近治安が悪くなってるからみんなイライラしてるみたいだ。はい、で、この人も、あ、これあれじゃない、ゴフ屋の、うん、ヒッヒッヒ、行く手に烈火のごとく激しく舞う水鳥が、あ、レイのことだね。あなたが背負う宿命の輝きはまだまだ衰えませんな。いつでもゴフ屋にてお待ちしております。はい、それでは。ゴフ屋のじいさんどうしたんだ、こんなとこで。でね、今ゴフ屋のおじいさんも言ってた通り、今回はゴフをちょっと頑張って使ってレイと戦ってみたいと思います。多分強敵だっていうのは間違いないんで、ただちょっと風のヒューイがね、まだ20分回復するまでかかるんですけど、まあシュレンとトキとあとユリアがね、このゴフ使ってなんとかなるかなって感じで、はい、行ってみたいと思いますけども、はい。こちらはコロセウムの受付になります。ケシロウさんですね。決闘の件伺っております。早速中に入られますか。ああ、決闘を受ける、承知しました。それでは中へどうぞ。さあ、いよいよ決闘ですよ。いきなり行くぞ。さあ、華麗なんだよね。なんと水蒸気。見たいね、ちょっとね。戦い。どういう戦い方をするのか。俺はお前を倒さねばならん。さあ。おぉ。飛ぶねえ。おっ！飛距離が、なんだ！よし。飽きられるね。まあまあ入った。まだまだだな。避けたつもりが前が、よしよし、まだよし、待て、あっ、あ、ちょっと見とれちゃったよ。どう、あ、見とれちゃうね。つい、ユダの気持ちが分かるの、これは。よし、まだ。なかなか、やっぱ、大きいな、入んねえと。あー、くそ。あー、ダメだ、ダメだ。半分だよ、もう。早い早い、よし、バック取った。あ、ダメだダメだ、どうだ、よし、全然、よしよし、来るよ。よし。よし。行くぞ、ケンシロウ。はい、飛翔白霊から。なんと水晶剣奥義、飛翔白霊。ああ、ダメだ。しくった。まあ最初はこんなもんでしょう。はい、やっていきます。
ケンシロウに死を吐く霊出すのかい。行くぞ。もう見とれないぞ。もうかっこいいんだよな、しかしな、レイはな、見ちゃうんだよな、やっぱり。俺はお前を倒さねばならん。そう、だいぶ距離を、よし、もう避けたと思ってもさらにこのリーチが長くて、強いぞ。よし、入った。入んなかった。ゆだゆだ。うん、なんで。ここで優先かよ。お、来た。よし。もうしくらないぞ。罰だったな。あ、ここか。はい。これ覚えてないぞ。これ見ちゃったんだよね。なんと水晶剣奥義、綺麗だね。あ、近く？いや、押してないか。近くだろ。早いよこれ。しかもこっちはもうバツだと思ってっからね。もうバツバツで、もうバツの上に手の指乗っけちゃってっからね。そろそろね、決めたいと思いますけども、よくよく考えたらちょっとあの、行くぞ。ね、3度目の正直ということで、はい、行ってみたいと思いますけども、俺はお前を倒さねばならん。はい。あ、この間合い一気に詰められんの。よし、いいぞ、最速いいぞ。お、入った入った入った。よし、まだまだ。よし、よし、よし、いいぞ。今回は隙を見せずに。見切ってる、見切ってる。うわあ、これが。待て、あれ。お、壊せんの？初めて。もう肉を切らせて骨を立てていこう。よし、よし、まだ入った、入った。
あー、強いな。ダメだ、ダメだ。いやー、強いぞ。まあ、ダメだ。どこ見てんだ、ケンシロウ。よし、よし。あ、痛い痛い。そうそう、回復します。はい。なあ、強いな、しかしな。はい。スピードについていけないですもんね、今のこのレベルの。レベル19じゃ早いのかな。レイがもう23ってなってるから、もう上なんですもん、力がね。うん、よし。よし。まだ、入った。よし、入ったね。こっからだな、勝負は。来るでしょ。レイの打つ。来た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 。さあ、こっからです。これはいいんだよ。次三角ね。これもいい。はい、ここだよ。空っぽにしてた。冷静に押すのだ。見とれちゃうんだよ。なんか見ちゃうんだよ。あ、ダメ。ダメです。はい、失敗。ダメだよ、これ早すぎるよ。生きてる、生きてる、しかし生きてる、生きてるぞ、生きてる、生き、立ち上がれ。よし、危ねえ。はい、まあね、食らってもプロレス的な感じでね、相手の技を生き切って最後は勝つということでね、まあいいんじゃないでしょうかね。はい、こうか。はい、行こう。よし、来た。よし、よし。まだ怒涛のように攻める。もうブーストマッチ。よし、入った。あ、クソ、今行けたか。あ、ダメだ。あ、失敗した。よし、ゴフ使おう。敵を制するは制する。お前はもう…あ、来た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 。ええ、また来んの。いや、もういいよ、もういいよ。バツバツ、今度こそバツだ。4分の1にかける。行くぞ、ケンシロウ。4分の1にかける。あ、ダメでしょ。また丸だろ。ダメだな、押せなかったと思う。ほら、こう絶対間に合わないもん、こんなの。ハード失敗したな。これなんかね、コメントでもハードでやってると心折れますよっていうコメントいただいたんですけど、この辺でしょうね。スピードがもう追っつかないですもん。もう全部使っちゃおう。もうパンも食っちゃって。はい、もう全部使おう。あ、しまった。選んでるうちに、ここはユリアの力を。ユリア、ユリア、ユリア。ここで言う言葉じゃねえ。よし、来た。よし、今だ。あ、決まった。ユリア、ユリア。兄さんなのっていうのは、それはないの。そのシーンはないの。よかった。ユリア様が愛した男、もう間違いはなさそうですな。これで我らもようやくお役御免ですな。李白さん、
どうしてあの二人を戦わせたのです？あの男は一度レイと同じ南都政権の使い手シンという男に負けています。そしてユリア様を奪われた。ユリア様を守りきれなかったのです。復讐は果たしたようだが、ケンシロウのもとにユリア様が戻ったとして、ユリア様をその後も守り続けられる器量があるのか、この目で確かめたかったのです。なるほどね、うん、ユリア様の従者として。そうだったのですか。キサナ様、あなたにはご迷惑をおかけした。眠っているユリア様のこと、そしてケンシロウのことをお願いします。我らはエデンを出て外界の動きを探ってまいります。ユリアさんが元気になったらまた戻ってらしてください。ああ、そっか。おそらく戻らないでしょう。ユリア様が幸せである限り我らの出番はありませんから。では。瀕死の重傷をっていうかね、死にかけたんですもんね、ユリア。ケンシロウさん、あなたはもしかするとこの時代を照らす光なのかもしれませんね。ならばあなたに私の知っているすべてをお話ししましょう。うん、やっとか、やっとか、そこで。あ、来ましたね。はい。はい。はい。あ、インセンスってのももらいました。うん、犠牲の、レイのね、はい。いやー、強かったなー。しかしなんか、わー。なんか一回目戦った時は、あ、なんかこれだけでいけるなーと思ったんですけど、何しろあの、コマンド入力、あれがもうね、あれ、すごい大変でしたね。もう、というか、一回も成功しなかったですからね、結局はね。あれだって成功しないと、ボス倒せない仕様になってるじゃないですか。あの、猛虎破局道の時もそうだったけど。まあ、耐えれることは耐えれましたけどね、体力さえあればね。いや、難しいな、これは。まあ、あの、初代北斗無双でしたっけ？あれよりは、まあ、そんな鬼じゃないかもしれませんけども。私の昔やってたプレステ1の北斗の拳なんかはね、あた、あた、あたってなんかね、6個か7個か8個ぐらいとにかくコマンド全部入れないとね、倒せないっていう仕様になってたんで、あれよりはまあマシかなと思うんですけど、1個でいいんで、ただ、めちゃくちゃ早いんでね、ちょっと、はい。まあそんなわけでちょっとね、短いんですけども、ちょうどショーが終わったということで、本日はこの辺で終了したいと思います。はい。まあどこまで公開できるかね、わかりませんけども、はい。じゃあ本日はこの辺で終了です。次回もよろしくお願いします。さよなら。それは今から1年前のことだった。シフリューキュー、ゆっくり眠ってくれ。さあ、行こうか、ユリア。力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心置きなく欲しいもの手に入れることができる。どういうことだ。ユリア、俺がもらう。しっくったか。なんと国土拳。ユリア、俺を愛していると言ってみろ。誰があなたを。ケンを殺せば私も死にます。ほう、なら俺ではどうだ。さあ、何本目に死ぬか。待って。よせユリア、俺はどうなってもいい。だがお前だけは生き続けてくれ。愛します。何？聞こえんな。その程度で俺の心が動くと思うか。愛します。一緒
長どこへでもついていきます。聞いたかケンシロウ、女の心変わりは恐ろしいの。